リタントニオとニオリウッチは、イタリア出身のレーシングドライバー。愛称は、トニオ。フジテレビの F1 グランプリ中継において、リビッチと呼ばれることがあった。フジテレビ F1 中継でのニックネームら、崖っぷちファイター、元祖イタリアの振動。テレビ朝日のホームラ e 中継では、リウッチとも呼称される。1991年からカートを始め、 2001年に世界カート選手権を制する。2002年にはドイツ F3 フォーミュラルのワールドシリーズバイ日産に参戦。タイトル獲得はならなかったが、同年暮れにウィリアムズのテストに参加する。翌2003年には国際 F3000 にクラスアップし、ベストルーキーの称号を獲得。2004年に7勝し、チャンピオンとなる。レッドブル2005年は、 クリスチャンクリエントシートをシェアする形で、レッドブルと契約。第4戦3割の GP にデビューし、BAR の2台の失格による繰り上げではあったが、デビュー戦で8位入賞を果たした。その後の4戦に出場し、以後は当初の予定ではクリエント半分ずつの参戦と言われていたが、レギュレーションの関係からコンストラクターズポイントを重視するチームの方針で、出場機会を クリエンに譲ることとなった。トロロッソ2006年は、レッドブルがミナルディを買収して結成したトロロッソより、フル参戦を開始した。アメリカグランプリでは、トロロッソにとって、唯一となる貴重な1ポイントを獲得した。2007年は、トロロッソに残留。チームメイトのスコットスピードを上回る成績を残すが、シーズン中盤より、 スピードに代わりチームに加入したセバスチャン・ベッテルが目覚ましい活躍を見せシーズン終盤にチームは翌年のレースドライバーとしてベッテルとセバスチャン・ボーデと契約したことを発表。リュッツは来期のシートを失うこととなりウィリアムズと交渉するもシートを獲得できずシーズンオフにバルセロナとヘレスでホースインディアの F1 マシンをドライブした。2008年1月10日に フォースインディアのテストドライバーとなることが発表された。フォースインディア2008年はテスト兼リザーブドライバーとして活動し、シーズン開幕前のバルセロナでのテストなどでドライブするもレースに出場することはなかった。2009年も引き続きテスト兼リザーブドライバーを務めていたが、レギュラードライバーのジャンカルロフィジケラがシーズン終盤のイタリアグランプリを前にフェラーリへと移籍し、 空いたシートを得たり、うっちは2年ぶりのレース出場を果たした。同レースではシーズン中のテストができない制約ながら、予選7番手を記録を決勝でも一時は4位まで浮上したが、ギアボックスのトラブルにより、惜しくもリタイアとなった。2010年は、ホースインディアのレギュラードライバーとして F1 に参戦。開幕戦のバーレーングランプリで9位に入り、2007年、 中国グランプリ以来3年ぶりの入賞を果たした。第8戦のカナダグランプリでは予選で自身の予選最高位を更新する6位に入り、決勝では1周目に接触し遅れたため後方から追い上げるレースになったが9位に入賞した。第17戦韓国グランプリでは予選は18位にとどまったものの雨の中でのレースとなった決勝では大きく、 順位を上げ、自己最高に並ぶ6位に入賞した。当初は翌シーズンも含んだ契約をチームと交わしていたが、テストドライバーである、ポール・ディレスタの昇格をチームが望んだため、シートを失った。HRT2011 年シーズン前のバルセロナ、合同テストで HRT からテストに参加し、3月9日に HRT の正ドライバーの就任が発表された。 シーズンを通して苦戦を強いられるが、リュッツがカナダグランプリで13位に入ったことにより、HRT はバージンレーシングを抜いてコンストラクターズ選手権で11位を得た。開幕当初、チームメイトはナレーン・カーティケアンであったが、シーズン中盤からはダニエル・リカルドと交代となった。なお、リュッツ自身は、 前戦参戦の契約であったが、インドグランプリでは、カーディケアンにシートを譲り、出場しなかった。地元イタリアグランプリでは、スタート直後のホームストレートで、コース外にタイヤを引っ掛けマシンのコントロールを失った、まま1コーナーに侵入してしまい、多重クラッシュを引き起こしてしまった。10月には V8 スーパーカーゴールドコースト600に出場した。 2012年も HRT との契約は存在していたが、2011年7月に HRT はテサンキャピタルに売却されており、その契約は前、オーナーと結んだものであった。新オーナーは契約を履行しなかったためレースシートを失い、サードドライバーに回ることになった。この年は、並行してスーパースターズシリーズに参戦し、シーズン2であった。 2012年 WEC 第4戦よりロータスから参戦。2013年はフル参戦となる。なお、ジェームズ・ロシターはチームメイトであった。2014年は日本のスーパー GT にアルタからスーパーフォーミュラに HP リアルレーシングから1年のみ参戦。元 F1 経験者ということもあり大いに期待されていたが年間通して、 ホンダエンジン勢が劣勢だったこともあり、最高成績は8位に終わった。趣味は、ダンス、サッカー、音楽。特に R&B が好きで、任ー用のセクシーラブをカラオケでよく歌うという。愛妻、フランチェスカの実定は、同じく現在日本で活動する、レーシングドライバーのアンドレア・カルダレリ。幼い頃からの知り合いで、リュッチにとってカルダレリは、弟みたいな感じだね。 彼のキャリアについても相談に乗ったりしているんだとのこと。2011年11月には、カルダレッリの応援のために、わざわざ来日して、ツインリンクモテギで開催されたフォーミュラ日本戦に訪れた。カート時代より日本が好きで、よく旅行に来ていたという。東日本大震災に際しては、メッセージを送っただけでなく、特製のヘルメットをオークションに出品し寄付をするなど、 土日以前より日本に関わりのあるドライバーでもある。ドイツフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権、F1 スーパーフォーミュラフォーミュラ E。ありがとうございます。